フロワッサール作品19は、エドワード・エルガーが作曲した演奏海洋助曲。ウォルター・スコットのオールド・モータラティを読んで、ジャン・フロワッサールに引き付けられた作曲者は、14世紀の彼の伝記に着想を得てこの曲を作曲した。フロワッサールは1890年の3加えず、フェスティバルの一環としての世俗曲コンサート用に、ウスター音楽祭の移植で作曲された。 アリスとの結婚をきに対しを抱いて、ロンドンへと今日移したエルガーにとって、得られた大きな仕事が、自分の地元からの一色だったというのは、皮肉な結果であった。同年春季に作曲が進められて7月に、完成されると、エルガーにとって、フルオーケストラを用いた、最初の大規模作品となった。初演は作曲者自身の指揮により、1890年9月9日に、 ウスターで行われた。アレグロモデラート4、四拍子編の蝶々この作品は短楽章からなり、演奏時間は15分弱である。エルガーが楽譜の奏功に記したモットーは、ジョン・キーツの1817年の詩文から取られている。女騎士が高らかに槍を掲げた時、曲は息き生とした騎士的なファンファーレで始まるが、その次に続く主題の提示が長すぎて散漫であると、 する指摘がある。フレーしかし、明らかに初期作品でありながらも、曲には、演熟期のエルガーを思わせる部分もある。ウィリアム・ヘンリー・リードは、練習番号 B から9小節目の A と音よりに、オクターブと半音を素早く駆け上がって、異音に至る箇所を抜き出し、極めて多量の発想表記を散りばめる習慣が、染みつきつつあるために指揮者には、 自分自身の表現を盛り込む余地がごくわずかしか残されていないと指摘している。しかしながら曲に未熟さが見られるという点については広く意見が一致している。音楽評論家のマイケル・ケネディは弱く長すぎる展開と未消化な他の作曲家の影響について指摘を行っている。エルガー自身もこの作品が長すぎると結論づけているが、 より個性的で成熟した作品を書くようになってからも、フロアッサールについて、良い、健康的なものだと記している。フロアッサールは、描写音楽ではなく、後年書かれた、フォルスタッフや、コケインとすら異なり、物語を語る内容にはなっていない。幅広い表現方法によって、雰囲気や風俗を想起させているのである。注釈出典。ありがとうございます。